こんにちは、心理カウンセラーの高森です。夜足がムズムズしてほてります。とにかくじっとさせていられないので眠れませんという相談を受けることがあります。これが夜起きると眠ることが難しいですし、とても辛いですよね。こういった症状はカウンセリングで話し合っても良くなるということはなかなか難しいものがあるというのが実際のところですね。もしこういう症状があるようでしたら、これは病院に行ってしかるべき薬を出してもらうっていうのが一番早いと思いますね。痩せ我慢してもなかなか良くならなかったりしますので、こういった症状があるっていうことはしっかりとお医者さんに伝えればしかるべき薬が出てきますので、それでこういった症状が落ち着いてくればかなり安定しますので、夜を眠るっていうのも随分楽になるかなというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。